こんにちは、平石彩子です。しっとりとしたアジサイやアヤメが見ごろを迎えていますが、皆さんはいかがお過ごしでしょうか。さて、三鷹市の市政の動きをお伝えするみるみる三鷹、今回はいよいよ実施設計が始まる新川防災公園多機能複合施設整備事業の近況について詳しく取り上げます。また5月21日に大勢の市民が参加して行われた多摩川上水の一斉清掃の模様も合わせてご紹介します。清原市長の一言コーナーともども、どうぞ最後までごゆっくりとご覧ください。それではまずはじめに新川防災公園多機能複合施設整備事業についてです。この事業は市役所の東隣にある東京多摩製菓三鷹市場の跡地、現在市ではこの場所を暫定管理地と呼んでいますが、この場所に防災公園や総合スポーツ施設とともに多機能な複合施設を整備するものです。昨年度は基本設計が行われ、今年度はより詳細な設計である実施設計に着手します。施設の完成目標は5年後の平成28年度。今回はこの事業のあらましを都市再生推進本部事務局の向井担当課長にじっくりとお聞きしていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。昨年に事業の概要が発表されて以来、市民の大きな注目を集めている東京多摩製菓三鷹市場跡地の整備事業ですが、これは三鷹市にとって大変重要なプロジェクトのようですね。はい。まずこの整備事業を予定している場所は、三鷹市役所の東側にある東京多摩製菓三鷹市場の跡地を中心とした約2ヘクタールです。この敷地の東側、約 1.5 ヘクタールに災害時の一時避難場所となる防災公園、備蓄倉庫、災害用トイレなどを整備し、また平常時には市民の皆様に親しまれ、スポーツやレクリエーションの場となるようなアリーナなどのスポーツ施設を含む公園空間を整備する予定です。また敷地の西側の約 0.5 ヘクタールには5階建ての施設を整備し、老朽化が進み耐震性能に課題がある公共施設を移転集約します。そしてこの施設は災害発生時には災害対策本部が置かれ、救援活動の最前線の場、また支援物資の保管や搬送を行うなど防災センターの機能を担う施設ともなります。うん、東日本大震災のあった直後だけに防災公園や老朽化した公共施設の整備などはまさにグッドタイミングですね。はい。はい。ご説明で防災公園のイメージはなんとなくイメージができたのですが、西側の5階建ての建物にはどういった施設が入るのでしょうか。はい。この施設について少しご説明させていただきますと、まず1階には北のハピネスセンターの幼児部門が入ります。ここではお子さんの発育や発達に関する相談や指導、また訓練などを専門に支援するほか、家族同士の交流ができるスペースも整備される予定です。で、2階は総合保健センターになりますけれども、ここにはなだらかなスロープを歩いて公園側から入ることも、また1階からエレベーターで入ることもできます。待合室や静養室、調理室なども完備して、これまで以上に利用しやすい環境が整います。そして3階は福祉会館となりますけれども、これまでの規模や機能を維持しながら社会福祉協議会を中心に地域福祉サービスを展開いたします。で、4階には社会教育会館が入りますけれども、ここでは施設の規模もより拡充した環境となり、これまでの活動が継続されるとともに、また分野を超えた交流なども期待されます。そしてさらにこの施設全体が、先ほども冒頭で申し上げましたけれども、災害時発生時の三鷹市の災害対策本部が置かれることから、5階には防災課が配置されます。防災をはじめとして健康や福祉、障害学習など多様な機能の施設が入るんですね。そういったいろいろな施設が一箇所に集約されることによって、どのようなメリットが生まれるのでしょうか。はい。
老朽化や耐震性に課題がある公共施設が集約されて複合施設となることで安全性が向上して安全安心の利用環境が実現します。そしてさらに従来はそれぞれが行っていた事業が例えばスポーツと健康づくり また福祉と医療の連携による新事業が生まれることが想定されます。そしてまたそれぞれの施設を利用して活動していた市民の皆さんがこの複合施設で互いの活動を知る機会を持つことで活動分野を広げて分野を超えた交流も広がることが期待されます。多様な施設が一箇所に集約されることでいろいろな可能性が生まれそうですね、はい、オープンが本当に楽しみですがこちら場所も市役所の隣ということで便利そうですね。はい、なんといってもその三鷹市役所や郵便局などに隣接した場所ですしまた幹線道路である東八道路や人見街道も近くにありますのでアクセス的にも大変便利な場所だと思います。東京多摩生活さんのご理解をいただいてこのような有利な場所にこれだけの敷地が確保できたのはとても幸運なことですので将来にわたって三鷹市民のためまたこれからの三鷹のまちづくりのためにどんな活用方法が効果的なのかを私たちこれまでじっくり検討してまいりました。今回の整備事業はこれからの三鷹市のまちづくりにとって大変重要な取り組みとなりますのでぜひご理解のほどよろしくお願いしたいと思っています。はい、三鷹のまちづくりにとっての100年の大計ということなんですね。でもこれだけ大きな規模の施設を作るとなるとかなり費用もかかるのではないかと思いますが昨今の厳しい財政事情の中このあたりは大丈夫なのでしょうか。はい、結論から言いますと市ではこれまで慎重に検討を重ねて将来負担に大きな影響はないとの判断で計画を立案していますのでご安心ください。総事業費は約241億円と見込んでおりますけれども UR 都市機構と連携した防災公園外区整備事業という制度を活用することで国の補助金が受けられます。また加えてこの事業に伴って集約後の私有地を今後売却することも考えており実質的には市の負担は約125億円程度と見込んでいます。この他にもいろいろな工夫をいたしまして市の財政事情に見合った無理のない計画をしっかりと立てています。なるほど、当然そうしたことを織り込んだ上での計画立案ということなんですね。はい、はい、そうしますと完成までの今後の日程はどのようになっているのでしょうか。はい、今年度と来年度の2年間は実施設計これは着工に向けてのより詳細な内容を決めるものですけれどもこの設計に入ります。そしてその後平成25年度からいよいよ整備工事に着手します。そして施設の完成は5年後の平成28年度を予定しています。なおこの事業についてはこれからもその都度司法やホームページで広くお知らせするとともに市民の皆さんのご意見やご要望も随時お伺いして次のステップに進んでいく形になりますのでこのあたりもぜひご注目いただきたいと思います。はい、今回の整備事業は三鷹市にとって大変重要なプロジェクトでもありますので、はい、完成までの進行状況を私も楽しみに見守っていきたいと思います。本日はどうもありがとうございました。どうもありがとうございました。この計画の完成は5年後、完成すると一帯の風景も大きく変わりそうですね。それでは次に大勢の市民が参加し5月21日に行われた多摩川上水の一斉清掃の模様をご覧いただきましょう。国の史跡ともなっている多摩川上水は江戸の町に飲み水を引き込むため江戸時代に作られた人工の水路です。以来自然豊かなその風景は上水としての役目を終えた今も多くの人たちに愛され続けています。5月21日三鷹市内を流れるこの多摩川上水 4.8 キロの遊歩道を市民の手できれいにしようと大勢の市民が参加し恒例の一斉清掃が行われました。平成14年から行われているこの一斉清掃今年も風の散歩道沿いや井の頭橋付近など4ポイントを起点に
上水沿いの各住民協議会や町会、武蔵野法人会、そして三鷹の森学園、高山小学校の子どもたちなど200名ほどの市民が参加しました。参加者はゴミ袋を手に、路上はもちろん植え込みや柵の周りなど目立たない場所にも目を配ります。この日、全体で集めたゴミの総量はおよそ80キロ。かなりの量にも思えますが、一斉清掃を始めた頃に比べると、随分と少なくなってきているとのこと。四季折々、町の風景に潤いを与え、美しく彩ってくれる多摩川上水。このかけがえのない景観を、私たちみんなの手で、いつまでも守っていきたいものですね。それでは最後におなじみ清原市長の一言コーナーをご覧いただきましょう。皆様こんにちは。三鷹市長の清原恵子です。今年は例年よりも10日以上早く梅雨入りしていますが、皆様いかがお過ごしですか？さて、私は5月29日、仙台と遠野を訪ねてまいりました。まず最初に仙台駅から、去る3月11日の東日本大震災で大変大きな津波の被害を受けた若林区の荒浜を訪ねました。4階建ての小学校の校舎が残っていて、その校舎には子どもたちや近所の皆様が避難してご無事だったということ、でもそれ以外は本当に大きな津波の被害を受けて、今一生懸命復興に向けてクレーン車などが活動をしていました。その後、宮城県庁のお隣にあります東京都被災地支援宮城県事務所の西村所長をお尋ねしました。東京都がいち早く3月22日にはこの事務所を開設し、被災地の支援のために宮城県庁と連携をしながら協力を進めています。被災地が直面している大きな困難をこうして東京都の事務所があることによって、私たち東京都の市も結ばれていることを心強く思います。その後、仙台市役所に奥山恵美子仙台市長をお尋ねしました。仙台市では区によっては震度6強という大きな地震が発生し、もちろん津波の被害もありましたが、丘陵地帯では住宅も被災をしました。今なお約2000名の方が避難所の生活をされています。発災直後の停電等やガスが止まったことへの対応など、避難所の皆様と共に乗り越えてきたその取り組みをお聞きしました。また遠野市は三鷹市と友好市でありますが、本田俊明市長とお目にかかり、岩手県の大槌町をはじめとする多くの被災地の広報支援の拠点として、さまざまな市や県や自衛隊と連携をして取り組んでいるご様子を伺いました。まだまだ被災地支援は続きます。私も実際に今なお対応してらっしゃる市長さんとお目にかかってお話を伺うことで、この被災地支援、三鷹市もできる限りのことを取り組んでいきたいと考えています。皆様、これからもご一緒に被災地の支援、
取り組んでまいりましょう。それではまたお目にかかります。いかがでしたでしょうか。今回のみるみる三鷹、6月に入り空模様が気になる季節となりました。洗濯物はなかなか乾かないし、ジメジメムシムシと気分も落ち込みがちと誰もが嫌がる梅雨ですが、お米だって秋の味覚だってこの時期の恵みの雨があればこそなんですよね。それではまた次回のみるみる三鷹をどうぞお楽しみに。